キメキメモリアルガールズサイド2クリス君1ルルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回はライブハウスに行ってきたところですね。で、多分次の日曜日何もないから、今週なのかな、日曜日なのかな、イベントが多分ね出ると思うんですけども、来たかな。あれ、あそこにいるのってクリス君だよね。クリス君ってよりなんかさ、なんかあの真ん中のなんか作画失敗したシムロッチみたいなのがすごい気になるんだけどこの人は随分雰囲気違うけど、しかもあの奥にいるめっちゃなんか山男みたいな人だな。もしかしてあのなんだっけ、遊覧船乗る時にいる息から出したカールおじさんじゃない。声かけちゃおう。手前だけなんかすごい若くてイケメンの可能性を残した感じの見た目ちょっとよく見せてほしいんだけど顔を。クリス君、あ、あれ、しおりちゃん、あ、やっぱ結んでるのいいよね。なんか浴衣はやっぱ結んだ方が良かったな。どうでもいいけど、なんか携帯持ち方なんか変じゃない、なんか盗撮してる人の持ち方みたいな。こんばんは。どないした？おないの時間に。こんばんは。おしゃべりしてたら遅くなっちゃって。クリス君はこれから出かけるの？いいや、お仕事片付けてきたとこやね。これからお家にご帰宅や。何の仕事だろう。仕事？バイトとか？バイトっちゅうか、お父ちゃんの仕事手伝うてて。あ、こんなごっつい格好いつもしてるわけやないねんで。今日はたまたま。お仕事か。ん？ひょっとして興味あるん？ちょっと気になるかな。ほんなら、一日秘書でもやってみい？え？秘書？そんな大層なもんやらへん。難しく考えんでええよ。僕の手伝いしてくれとる人が、来週末お休みしはるんで困ってて。バイト代弾むで。君やったら、おやつも出すわ。あ？何日くれるんだろう。私にできることだったら、手伝いしてみようかな。ほんまに助かるわ。君みたいな可愛い秘書さんが一緒やったら仕事がはかどること間違いなしや。ほんなら来週の日曜開けといてや。朝からになると思うねんけど、よろしゅう頼むわ。あ、そろそろ行かんと。あ、うん、よろしくね。詳しいことはまた連絡するわ。さよなら。仕事のお手伝いか。失敗しないように頑張ろう。何の仕事なんだろう結局。今週はバッチリ頑張ったよね。なんや、スリムになって前にも増して魅力的やわ。やったね。今日はクリス君のお仕事を手伝う約束をしてたんだっけ。9時に迎えに来るって言ってたからそろそろかな。あ、来た。はーい。おはよう。今日はよろしゅうな、しおりちゃん。こちらこそ。ほんならこれに着替えてや。スーツ？サイズは。ああ、気にしいな。一旦こや。じゃ、表で待ってるから。うん、急いで着替えるね。まさかちょっと丈が短いスカートのスーツなんじゃ。
お待たせしました。いや、マジか、やっぱり。わあ、思った通りや。めっちゃ似合う。これから同意書とか書かされるんじゃない？大丈夫かしら。出演の同意書みたいなの。そうかな。うん、ほんなら行こうか。これスケジュール帳な。そこに書いてある時間を見て、次はどこどこに何時、あと何分ですとか言うてや。とりあえず今はここ、10時に取引先との打ち合わせ、あと40分やな。ちょっと高校生が取引先と打ち合わせするの？一応頭に入ってんねんけど、確認のために僕と運転手さんに言うてほしいのとな、あとこのバッグの中にファイリングされた書類が入ってんねん。付箋が貼ってあるから、僕がナンバー言うたらすかさず出して渡してくれるか？うん、分かった。どないした？緊張してる？そんな固く並んでも大丈夫。よろしゅうな。昨日は名刀してる時間がなかった。納期の件、突っ込まれたらやばいな。普通の会社、納期って何系の会社なのね。なんかクリス君、いつもと全然違う。今日はありがとう。めっちゃ助かったわ。本当に？私、全然役に立ってなかったような気がするんだけど。そんなことあらへん。バッチリやったね、ほんまに。これで体勢ついてくれると、僕としては万々歳なんやけどな。何？やっぱり何をしたの？なんか、体勢って何？やっぱり、ちょっとそういうのに出演しちゃったの？え？なあなあなあ、またお願いしたらやってくれる？うん、ちょっと自信ないけど。やった！そしたら早速来週も。え？そんな声出されたら冗談やって言えなくなるやんか。ごめん、つい。ははほんなら、そろそろ行くわ。今日はほんまにありがとう。ゆっくり休んでよ。うん、今日はお疲れ様。お疲れさん。ほな、おやすみ。しおりちゃん。おやすみなさい。なかなか荒い運転だな。今日はすごく疲れたな。それにしても、休みの日にお仕事が入るなんて、クリス君大変そうだな。お父さんどういうつもりなんだろうね。なんかリッチがゴリッチだけもらえたみたいですね。まあでも普通の1日のバイトが2リッチだから、それを考えたら2回以上だから、2回以上分もらってるから、まあまあもらってるのかね。確かにね。デートに誘っちゃダメだよ。ちょっと今日はね、外出しないとね、なんかイベントが出るみたいなんで、ちょっと外出、まあ、お買い物もね、行きたかったんで、お買い物にね、行ってきたいと思います。いらっしゃいませー。よし、ちょっと増えた。今、バイトカードいくつだろう。でできれば食べときたいよね。60リッチか。60リッチだから42リッチになるまで買い物すればいいね。って言っても
よしまともなパンツが入ってきた。あ、意外と買ってるじゃん。もうなんか溜まったかな、もしかして。あ、でも若干足りない。あー、ちょっと、あとちょっとなんだけどな。あ、アクセでも、いや、アクセもいらないか。欲しいもんないよね。じゃあいいや、これにしようか。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。アクセは確か買ったもんね。あ、間違えた。帰ろう。やっぱり遅くなっちゃったな。あれ、あそこにいるのクリス君？クリス君。クリス君？あ、しおりちゃん、こんばんは。こんばんは。こんなとこに一人でどないした？買い物、お買い物の帰りなの。クリス君こそどうしたの？ちょっと仕事でやらかしてもうて。すごく叱られちゃったとか？逆。逆？叱られるどころか、ええ勉強になったなーってお父ちゃんに笑われてん。それまで社員さんがめっちゃ頑張ってきたプロジェクトが、下手したら、ファンになるとこやってんで。それやのに、あんな風に笑われたら、かえって落ち込むわ。いや、そんな高校生がちょっと背負うには。まあさ、若い時間は貴重なんだから、遊んどきなさいよ。いや、でも将来働かなきゃいけないんだから。そうだったんだ。え、ちょっとブランコに座りたい。仕事の愚痴なんて格好悪いな。まあいいけどさ、私もよく仕事で現場の人の愚痴を毎日聞かされてるから、もう別に慣れっこだからいいわよ、それぐらい。ごめんな、付き合わせてもうて。君にまでそんな顔させて。おいで、うち飛び出して一人大反省会やってたら君が来たってわけやね。人生捨てたもんやないな。神様も優しいとこあるわ。反省会してたのに邪魔じゃなかった？いや、話できてめっちゃ嬉しい。元気出た。クリス君、帰ってお父ちゃんとちゃんと話すわ。背中押してくれてありがとう。送ってあげられへんけど大丈夫か？うん、大丈夫。頑張ってね、クリス君。ありがとう。さよなら。クリス君、いろいろ大変そうだな。な、高校生の時からそんな。もう若い時間は貴重なんだからさ。遊んどきなよ。お父さんもさ、お父さんだよ。なんだっけ、あ、そうだ、今月あと1回デートしたいから誘わなきゃね。あら、あ、クリス君、私藤本しおりだけど。あ、ムーフェンやな。え、君の可愛い声聞きたいと思ってたとこやね。どないした？9月24日に植物園に行かない？神様からのプレゼントやわ。え？その日ほっこり予定が空いとって。ラッキーやね、君も僕も。本当？
じゃあ9月24日に公園入り口で待ってるね。オッケー、楽しみやな。よかった、早く9月24日が来ないかな。じゃあ、今日は植物園に行ってきたいと思います。クリス君、まだ来てないみたい。ごめんな、遅れてもうた。そんなに待ってないから大丈夫だよ。君はほんま、優しいええ子やんな。うん、聞くで。ワンコになった気分。ワン。わあ。え、何？この服どこか変？めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。ようにわたる。好きやわ、それ。やった、クリス君に褒められた。変わった植物とかもあるんやろか。楽しみやわ。うん、聞くで。なでなで好き。気持ちのええところやな。お花に囲まれて幸せ。僕は君の嬉しそうな顔が見れて幸せ。うん、いい感じだよね。何？こんなんもええもんやね。君とおるとほんまに時間経つんが早いね。楽しかったわ。何？ワックワクな一日やったわ。あ、待てや、家まで送るわ。うん、聞くで。ゆっくりやな。了解。ありがとう、家まで送ってくれて。何？またお出かけしような。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ、しおりちゃん。クリス君に送ってもらっちゃった。あ、クリス君からメール。僕もツンツンしたろ、なんちゃって。だってよかった、今日はクリス君とすごく近づけた気がする。お、しおりちゃん、これから帰る？クリス君も？うん、この時間に出てきてラッキーやったわ。なあ、一緒に帰らへん？一緒に帰ろう。やった。なあなあ、せっかくやからぴったんこして帰る。ぴったんこ？そんな曇った目で見んでもええよ。さて行こうか。うん。クリス君、私藤本しおりだけど。あ、偶然やな。え？君の可愛い声聞きたいと思ってたとこやね。どないしたん？10月8日に遊園地遊びに行かない？神様も意地悪や。10月8日に遊園地遊びに行かない？
神様からのプレゼントやわ。え？その日、ほっこり予定が空いとって。ラッキーやね。君も僕も。本当？じゃあ10月8日にバス停で待ってるね。オッケー。楽しみやな。よかった。早く10月8日が来ないかな。はい、じゃあ、今日は遊園地に行ってきたいと思います。待ち合わせ遅れちゃった。クリス君は、あ、いた。ごめんね、待った？どないしよう。たこ焼きやろ、今川焼き、クレープ、ジュース、これから…え？ペナルティや。あ、パイ焼きもええな。冗談や。けど、遅刻はあかんで。うん、聞くで。なでなで好き。はい。わー、めちゃめちゃ可愛いから驚いてもうた。いや、似合わたる。好きやわそれ。やった、クリス君に褒められた。フリーパスもこうだし、行こか。うん。どこ行こか。今日はゴーカートで走ろう。結構スピード出るんやろうか。でも仕事の時の車の運転荒そうだったからあ、だからちょっと逆に嫌なのかなうん、聞くで。ワンコになった気分。ワン。ブレーキ効くかどうかきっちり確かめな。一やで、きっちり。やっぱ相当荒いんだろうな。楽しそうだけどね、なんか思ってたより楽しかったわ、ゴーカート。カーブを曲がる時が最高。わあ、プロみたいな発言や。ほんなら僕はアクセルベタ踏みが最高だ。うん、いい感じだよね。何？なんや、くすぐったい感じやわ。君とおるとほんまに時間経つんが早いね。楽しかったわ。うん、聞くで。ワックワクな一日やったわ。あ、待てや、家まで送るわ。何？あ、ご褒美？ありがとう。ありがとう、家まで送ってくれて。何？またお出かけしような。どういたしまして。ほんならまたな。おやすみ、しおりちゃん。クリス君に送ってもらっちゃった。あ、クリス君からメール。僕もツンツンしたろ、なんちゃって、だって。よかった、今日はクリス君とすごく近づけた気がする。お、クリス君。クリス君。あ、しおりちゃん。これから帰りな。うん、よかったら一緒に帰らない？うん、帰ろ帰ろ。ほんならオプションつけようか。腕組みオッケーやで。は
それじゃあ行こう。あの灯台。灯台がどうしたの？中が迷路になってるらしいね。へえ、そうなんだ。ゴールにはお姫様がいるらしいねんけど、誰一人会ったことがないんやって。誰か来るのをずーっと待ってるんやろか。かわいそうやわ。ババアでしょうね。私の知ってる噂とはかなり違うような。ちょっともうすぐ文化祭の準備だからな。今週はバッチリ。いい感じですね。大事なのは毎日の努力です。やったね。来月は1回だけで、12月は2回デートだな。あ、でも休み、あー多いってことじゃないと24日とかぶってるから、普通に11月のデートをお誘いしたいかもしれないな。誘っとくか。ハロー。あ、クリス君、私藤本しおりだけど。おお、ムーベンやな。え？君の可愛い声聞きたいと思ってたとこやね。どないしたん？断られるかな。ロック確か嫌いなんだよね。11月12日にライブハウスに行かない？神様は意地悪よ。やっぱな。11月12日にライブハウスに行かない？よかった。神様からのプレゼントやわ。え？その日ほっこり予定が空いとって、ラッキーやね、君も僕も。ほんと？じゃあ11月12日に駅前広場で待ってるね。オッケー、楽しみやな。よかった、早く11月12日が来ないかな。私はバッチリ頑張ったよね。君の描いた絵見たで、めっちゃ素敵やったわ。今度一緒に描きたいな。なんかいつも部活するとなんかレイジーは絵描いてないもんね。なんかよくわかんない、石でなんか作ってるよね。やったね。今年の文化祭の出し物ですが、我が美術部は絵画展示を行います。しおりちゃん。クリス君。文化祭、楽しみやな。素敵な絵、描こうな。うん。よーし、頑張るぞ。ちょっと文化祭まで入れちゃうと長いから、前までやろうかな。じゃあ、今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。